続いてラジオネームトゥーパンプスさんからいただいています。ランチタイムメール、食堂松葉屋さんを紹介します。前橋市の若宮町にあるのかな、食堂松葉屋さんです。ランチタイムは駐車場が満車になる人気食堂ですが、私のおすすめは五目チャーハン。食べたーい。具材がすべて同じ大きさの、さいの目切りになっていて、1人前ずつ丁寧に調理されています。パラパラのチャーハンをレンジですくい、口に入れて噛みしめれば、まるで人気アイドルグループのような見事なユニゾンで、旨味が口の中に広がります。豊富なメニューはどれも食べても美味しいですが、ご主人の確かな腕はこのチャーハンを食べてみればよくわかりますとね。はあ、ご主人の確かな腕と、これは行かなきゃですね皆さん。ぜひ前橋市にあります松葉屋さん、五目チャーハンがおすすめだそうです。今日のお昼、明日のお昼に行ってみてはいかがでしょうか。皆さんメールありがとうございました。